はい、こんにちは。バリアナチャンネルにようこそ。というわけで今日はですね、バリといえばのクバヤを買いにブミミちゃんに来てみましたと。で、ね、ちょうどねガルンガンっていうバリ島の新年のセールもあって、こんな感じでセットアップで揃うっていう噂なので、ちょっとおはぐろ先生のジュエミちゃんと一緒に来ております。中はね、あの外がちょっとうるさいので、早速中に入ってみましょう。それではレッツラーゴー。というわけでブミミちゃんに来ました。というわけで、どうよこのクバヤですら、このラインナップがすげえよ。でジュエミちゃんとまず下から探そうということになってます。こんにちは。おはぐろじゃないんだよ今日は。おはぐろじゃありませんから、ね、おは新しく決まったらしい。どんちを汚すの、どんちのチャンネルを汚すの。楽しいからいいです。そう、クバヤってこのかわいい、かわいい、これトップスがすごいレーシーなんだよね、うん。あ、これちょっとここが透ける感じじゃない？おー、いいね。ね、ちょっとどこ、なんかサイトで見つけたんだけど、ちょっとこのラインナップとサイズ展開がありそうなので一緒に来てみました。そう、清掃はね、なんかこの長袖系みたいなんだけど、でも可愛かったらいい。で、なんとガルンガンセールでちょっと安くなっているらしい。やったー。で、女子はこのトップスと、こうやって見たらやばい、ラインナップが可愛い、色の展開が。あ、ハロー。あ、yeah, can you speak EnglishYeah, okay, this is our first time to find Kubaya, so could you give us like some advice? Okay, for the Kubaya, you want to ceremony or? Just for like a usual, but like we're gonna go to temple and we wanna have like our original Kubaya. Formal. Yeah, formal. For Kubaya, for the temple, you can wearing. Hmm. Don't.Oh, this is formal. Yeah. Okay. 装飾がダメ？うん。This is not traditional. This is traditional for the brocade kebaya. Because the kebaya is wearing in a wedding. Oh, wedding. Okay, okay.まあ、ウェディングとかセレモニー、そう、セレモニーと、セレモニー用だとこういうビーズがついてるので、お寺とかに行くよは。でもこれも結構レーシーで可愛いね。可愛い、これ私これにしようかな、うん、ね。 So we needed to find tops and then slendan slendan scarf. Yeah, scarf, yeah. Do you have any tips for like a choosingAny skirt? Yeah. This is for boys. Because you, maki? You can. Ah, これ maki. Yeah. We have a skirt. Is you can. でもスカートあっちにもありそう。かわいいな。Yeah. Oh, okay, okay. Is this gom? Yeah. You can. Ah, okay, okay. Do you have any tips for like a?Which color gonna be match? For example, she likes pink. No, I mean like a top's gonna be pink. Then what's gonna be better for? うん、可愛いね、その色。For the skirt, you can first you change the kebaya. Okay, okay. まず、トップスを選べと言っている。なるほど。OK。Thank you so much。
というわけでラインナップもすごい可愛い。どうどう、え絶対これ、えそれさもうクバヤじゃなくねみたいな。これクバヤ、これも一応でもはおしゃれクバヤだね。これ可愛い、うん、もう絶対好き、もう絶対好きな感じ、うん、それもう普段着じゃね。ただのスカート可愛い、可愛い、開く、うん、これはフォーマルなんでしょうか。フォーマルは多分こういう柄、フォーマルではない、うん、でもこれとかさ、なんかポリが入ってるんだね。これも入ってるの、これも入ってる、あこれはおしゃれ、おしゃれクバヤです、うん、こっち側もそうなの、うん、こっちもそう。だからこのカジュアルになるとこういうレースじゃないのもあるの。一応クバヤってこのトップスのことだから、なんかいろんなのがあるんだよ。だからなんかおしゃれにも着れるし、ちょっとフォーマルにも着れるしってことで、ちょっと一度着てみたかったのですよ。来てくれてありがとう。というわけでちょっと探したいなと思いました。というわけでこのクバヤのトップスが普段は2750円なんですけど2400円値下がりしております。このラインナップ色が可愛いんだから、店内は人でいっぱい混んでおりまする、ね、こっちは布から選べるのかな。あとこうやって靴もあるので安心です。トータルコーディネートができますね、うん、それかわいい、あそれかわいい。ゆえみちゃんも早速見つけているようです。ちょっと試着してみてケロ。さっきのやつはさ、うん、もうサイズがないんだって言って。あ、そうなんだ。ねえねえねえ、イニアダスランダン。バイト？あ、それな。スレンダン、それ。やのけび？ガジェリ？うん、マオチョバ。ちょっと。混雑。うん、混雑してます。ここでもキープした。これとこれの組み合わせ超かわいい、ね、ちょっとエレガントよね。ねえ、なんかこれも上品そうな。あ、マカシン、いや同系色ですね。アダラギ、アダラギワルナニャ、なんかもうちょっとなんかかわいい色ないのかな。ピンク、this color、 うん、スランダム、あ、こう柄の方がいいな、ね、同じ同系色の、ね、キラッとしてるのとか可愛いな。その緑がや、うん、うるせえ、いやいやいや重要よ。あ、なんか違うのかな、同じだよね、うん、あ、一緒だね、そうだね。でもこれかな、こう、あの、なんだろう、この変な赤いやつ、こっちやか、これでもあえてあとなんかまあこういうちょっとなんかちょっとで出したら違ったの、白、あ、あえての白っていうのも可愛いかもね。これはフォーマルなんでしょうか。え、でもなんかさ、絞れなくない？多分ね、なんかキュッてする。これもそうなのかな。これ多分男子用だと思う。すいません、うん、あのほら頭の帽子があるから。あ、これかわいいでしょ。なんかもうちょっとありそうなのにね。
あ、なんかね、じゃあみちゃんこうやって着るみたいな、このキラキラみたいな。すごいエレガント。どうやって止めてるんこれ？多分なんか安全ピン的なやつ。なんか止めれる。なんかこれ、これ同系色でこうゴージャスにするとか。ママっぽいですね。急に奥様感が出て。これかな。ちょっと着てみてほしい。着てみたいです。着てみたいです。中がさ、あ、中ね、あれがあるよ、トップスのブラみたいなのがあって、あれどこ行っちゃったっけ、迷う迷う迷う、全然合わない。合わなくはないけど、同系色すぎて目立たないね。全然映えない。うん、映えないね。そうなの、まあ、でも着てみないと。一回着てみよう、ね、で店員さんに選んでもらおう。でトップスはなんかこういうのとか。あーでもベージュだから、そう白だったらもっとっていうのがあるので。お腹出ちゃう、ね、いやそこをなんとか、そこはこう腹筋ですよ先生。とりあえず、うん、無難に、うん、ベージュだったら無難かな、うん、はい、私はちょっとこの紺紫が気になったので、クバヤはねやっぱり同系色のこういうゴールドがいいそうな感じなので、ピンポイントで選んでもらってます。トップスから選ぶのも、トップスから選ぶのもありだし、ボトムから選ぶのもありです。カラフルで楽しいデイリースト。あ、またし、サマー。Tidak sama, sebentar. Minta pinjam dulu ya. Ya, makasih. Ada kain sama Iran ya, kira. Juemi-chan, kanse. Kawaii. Ya, apa sih? Soalnya, soalnya nilai nanti mana? Iya, zo, iya zo. Enggak. Tidak suka. Ah, terima kasih. Oke, makasih. Oke, mau coba ya? Makasih. Tunggu.これじゃないな。うん、なんかちょっと違う。これみたちょバイニ？まあ、うん。バリニーズやん。店員さんも優しい。うん。いや。なんかちょっと違うね。ない方がいい。ないとね、クバヤあの。あれじゃないんだよ。でも可愛い。白かな。白。やだ。おしゃん。サイズがあって。うん。着てみました。素晴らしい。あ、こっち向いて。着てみました。可愛い可愛い可愛い。はい、ジュエミちゃんの1着目が完成。させてもらってます。させてくれます。スタッフさんも優しいのだ。この光沢がすごい光ってて、トップスかわいいね。で、紫もなんかツヤツヤしてるよ。そのやだ、バリジンになっちゃう。かわいいよ。おは、今日はおはぐろではございませんが。ゆみちゃんの本当の姿のおはぐろ動画はちょっと下のリンクに載せておくので皆さん見てくださいね。おお、どうですか。ちょっとこっち向いて、こっち向いて。あら、かわいい。バグー。
バグ？バグ？かわいい。いいよいいよ。色がいい。うん。だからやっぱりトータルコーディネートって色い。かわいい。いいね。でちょっと写真撮るんでちょっと待ちを。はい、かわいい。ちょっと別バージョンで。見てみました。別バージョン、ね。ちょっとストロベリーチョコみたいな感じで。かわいい。いいね。どうです？超楽しい。楽しいね。ね、あ、おっぱ。黒くなかったね。かわいい。うん。なんかそうやって試せるのと、あと店員さんがそのアクセサリーつけてくれたりとかね、めっちゃ丁寧にさせてくれる、うん、至れり尽くせりなんですよ。せりまかし、せりまかし。というわけで引き続き楽しみたいなと思います。もう2時間、もうなんだかんだ2時間いますが楽しいからね。楽しいね。こういう風に仕立てるのもできます。すげえ柄、ちょっと個性的、個性しかない。というわけでお会計でございます。そしてバリエナちゃんは何を買ったのかというおまけでございますが、バリエナちゃんは今回はこの緑のかわいいスカートと、こっちのこの紫のスカートを買いました。で、とっても残念なことに、トップスのサイズが、バリエナサイズがなかったので、ちょっとね、もともと持っているこれで、この白と緑みたいな感じと、この白、紫みたいな感じで、クバヤ生活を楽しみたいなと思いますと。で、気になるお値段はですね、1個20万ルピアということで、1着これ2000円なんですね。で、どうです？ 2000 円でこのちゃんと金色の刺繍も入ってでね、クバヤの本当の、まあね、巻きスカートになってるんですけどね、巻きスカートちょっと大変で、こうやってゴムになってるんで、スッと履ける感じで、こんなおしゃれなクバヤを変えて大満足なバリエナちゃんです。というわけで今度はこれを着てお出かけ動画でも撮りたいなと思いますと。というわけで今回のバリ島の伝統衣装クバヤを買う動画はいかがだったでしょうかと。で、このクバヤみたいな衣装買いたいよっていう方や、バリ島でクバヤ買うぞっていう方、コメント、チャンネル登録、グッドボタンしていただけると励みになります。というわけで、今回の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。